はい、皆様どうもマフロです。それではドラゴンクエスト11やっていきましょう。はい、仮面舞踏会の表彰式に備えて仮想にある宿屋に泊まろう。このことだよね。またかい。よう出るの。出すぎだろ。はい、どうせなら姫が来いよ。酔っ払ってんのか顔が。ののいい絵にしよう。わかったわかった。簡単に捕まるとは思えん。演技か。まあ行ってみるべさ。えらい大荷物だの。何が入ってんだそれ。違う。違うんや。ああ、登ろうとしたの。メイジドラキーか。魔法タイプよね。ああ嫌な声。教えてもらったんです、コメントに。ありがとうございます。採取できるものとかクエストとか確認できるよということで。なるほどなるほど。
スタスタ死体かゾンビは腐ってる。さあ雲か。おお、降ってくんなや。ぜえ。ああ、うち。うざすぎる。地面からかよ、今度は。毒毒ゾンビかよ。休んでしびんな。上に毒かけられたぜ。探検あんまり効かねえなこいつ。またなんか隠れてんか。もう来んなや。あれだよな、キラキラ。キラキラにばっかりに切り取られてるけど、こういうところになんかありそうだよな。宝箱とか、ほらキラキラばっかりに切り取られたらやばいな。線はでかいぜ。あとはあの3箇所とか。でもなんか左のところがボスっぽいかな。進んでみよう。キラキラ表示してくれるなら宝箱も表示してほしかったな。甘えすぎ。
がしいやつだな。でっけえ。トロール勝てんのかな。やってみっか。おお。違う違う、切りたかったのに。ちょっと来んな来んな。ああ、ただのトロールか。おう、攻撃いたいやん。スクルトはないんだよな。もう何も聞かねえなこいつ。でもね、すぐただのトロルでモベラルが強いのか。寝ないよね。なんだよこの野郎。これは効くだろう。おう、これも効かないんか。なんでこんなこいつ呪文耐性があるんだ。へえー、じゃあみんなの素早さの方を上げよう。やばいやん。やっぱここらの敵にしては強いなこいつ。まだあいつの攻撃じゃないよ。タトゥーだって。なんだそれ。どうした。トロール強えじゃねえかあいつ。お、メダパン。ただのトロールだと思ったら強かったじゃないかよ。普通にいるんだな。雑魚扱いか。強かったのに。
罠張ってそうだな、この辺。大丈夫かな。大丈夫。いやー、やっぱり罠か。敵が出てくるかと思ったらお前か。めちゃくちゃ強いんじゃねえだろうな。そうでもなかった。あー、うち起こす呪文って誰が持ってんだっけ。あれ神さんじゃなかったっけ。神さんが寝ちゃダメじゃないかよ。はい、ザキやばい、危ない。危険だなこいつ。なんてことしやがる。ナイス回収。目覚ました。ダメだ、唱える敵とか寝ちゃダメでしょ。ねえ、出てきた。バカめ。失敗してやがんの、待ち伏せ。出るタイミング間違いやがったな。本当にさらばれてる。なんてこった。思っ
った以上に悪人だったようだ。やっぱり雲か。そんな機械兵器みたいな技使うんじゃねえよ。どうでしょうか。使ってみっか。あ、猫。大層かよ。縛りはかけとくか。いかないかな。なんか浮いてるっぽいし。ナイス。どうせ部下に効かないだろうな。一回やってみっか。やべえ。どこ効かないよね。おとなしく攻撃しよう。まだ1回しか飛ばないんでねえよ。
便利なことを。なんで使えるやつだ、あやつ。ちょっと一人ずつ力上げていくか。なくなってるよ。回復に回るしかねえ。逃げ出した。あーやばい、これはやばい。あーセイナさんが これは現時点では。ちょっと待って、お前今かよ。パターンか、強いなこいつ。ちょっと今のレベルじゃ無理だな。あ、飛び出してきた。回復できたんだしてくれない今な。あ、リホイミか。これで勝ったら経験値独り占めだな。困った顔してるな。上げたところでな。最後は手にするしかねえ。ダメだこれ。全滅、初の全滅です。出直します。強いなあいつ。お祈りしたとこから、おお1975も悲しい。はい、ちょっとねレベル上げと装備揃えてなかったな、そういえば全然。
はい、揃えて、またリベンジ行きたいと思います。それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。